おはようございます。朝の会始めたいと思いません。はい、本日はですね、ちょっとねガチャの方をね引いていきたいんですけど、皆さんいつも見てくださってる方ならわかると思うんですけど、俺ってエナナ以外のガチャってもうほぼほぼ引かないんですよ。なんですけど今回ガチャ引いていくところということで、一旦見ていきましょうかね。ガチャ画面見ていきましょう。こちら、めちゃめちゃイベント大イベントである、2000年目じゃねえかなんで過去振り返ってんの。カラフルフェスティバル、ドリームピック、ドリームピック、ドリームパックじゃなくてドリームピックということで、こちら特別なガチャが、2周年のガチャがやってきてるんですけど、まあこの中にですね、俺の最推しであるあのエナナの方はですね含まれてはないんですけど、なぜ引いていくかっていうと、こちらのコメントがありまして、前回ね出したんっていうねプロセカ動画があるんだけど、もうタイトルふざけてるんだけど、まあひとまずね、この動画でですね、この動画で何が起きたかっていうと、まあちょっとネタバレしちゃうんでちょっと申し訳ないんですけど、なんだっけ、プレゼントボックスにクリスタルが、ものすごい大量のクリスタルがありましてですね、これをゲットしたんですよね。いっぱい2万ぐらいゲットしたのかな、クリスタルの数で言うと。でそれのコメント欄なんだけど、そのもらったクリスタルでカラフェス全部引いてくださいっていうコメントが来まして、一行にさ、ものすごい圧を感じるよねたった一行だよ、もう怒られるよ。作文で一行しか書いてなかったら怒られるんだけど、めちゃめちゃブチ切れられると思うんだけど、このね一行の文章にものすごい圧を感じるんですよ。もう全部引いてくださいとか、ヒカキンさんぐらいしかやんないって。ということで全部は引くことさすがにねできないんですよね。俺もそこまでね、そこが尽きてしまうということでまあたったね10連ではあるんですけど、頑張ってくれてるんだなっていう、その気持ちだけでも受け取ってくれたらなと思っております。ちょっと待って、なんか俺キャラ崩壊してない？ということで今回めちゃめちゃ長々と喋ってるんですけど、もう俺のスタイルだから、これがみんながね、いや話投げよって言われても俺突き通すからねこれみんなが俺の話投げよ、前座がめちゃめちゃ長いから絶対スキップしてる人多いと思うんだけど、俺はそれでも話し続けるよ。まあとりあえず今回ピックアップしたキャラクター、確か自分で選べたんだよね、ピックアップキャラクターが。ちょっと見ていこうか。誰をピックアップしたかっていうと、提供割合見たら分かるんだけど、あ、上に乗ってるね。上の4体のキャラが、ピックアップ自分で選べるってことでしました。かなでちゃん、これは限定のかなでちゃんだっけな、限定が1人いたと思うんだけど、かなでちゃんとエナナンとかなでちゃんね、まあこの辺狙いでいいんだけど、真冬ちゃんとかもね、25メンバーであんまり持ってないので、欲しいっちゃ欲しいですね。引いていきましょうか。いや1回しか引かないから、いやマジでこれめちゃめちゃ緊張する。いや10連このさ、1回しか引けない10連ってめちゃめちゃ怖いね、本当に怖くなってくる言っても3000も消費するからね。まあ、この10連にめちゃめちゃ俺は思い込めたいと思います。まあどういう思い込めるかっていうと、俺のおばあちゃんの命がかかってる。いやそれちょっと重すぎるな。まあ俺の家のうまい棒がなくなるっていう、1本なくなってしまうっていう、そういうね気持ちで引いていきたいと思います。お願い、俺のうまい棒、大切にしているうまい棒があるから、お願いお願いお願い、待って、あんまり声出せ、ちょっと待ってあんまりね大きい声出せないの今、あんまり大きい声出せないの。ちょっと待って、これピックアップめっちゃいるからさ、ワンちゃん出んじゃないの。デンジャラス、いけますよミクちゃん。待って、10連でこんな熱いことある？待って、引かないでいいこれね、もう引きたくないんだけど俺早よ引きやってな、俺はそれでも引かない。いくよ、はい、お願い。マジでこれさ、ピックアップの誰か出そうじゃない？マジでエナなんか、いや誰でもいいんだけど、でもエナの持ってない、エナの選んだからな俺。あ、1人いるね、1人。どっちだっけこれ、左右だから 4手目ぐらいかな、4手目ぐらい来たと思うよ。いくよ、はい、お願い、爆発する、俺爆発するよ、はい。左右みたいな感じだったよね確か。いや待って、影響、はい、何来る、あ違うね、次ぐらいかな、騙し打ちだった、ごめん、俺いつも嘘つくから。影響、はい、あ違うわ、ごめんなさい、騙し打ちしました、嘘つきました、すみません。志保ちゃんがねめちゃめちゃ来てますね、ちょっと待ってね。あーまだですね、リンちゃんね、どういう順番だっけな、ガチャくんのって、くり、あー同じリンちゃんね可愛いんだよなこの衣装、普通に
今回のプレミアカス俺買おうかなと思って、プレミアカスって言ったら、えららえらえららかっかっ星2のエナなんでここまで喜ぶんだよ俺、やばくない？あんまりさいないと思うんだよ星2で喜ぶ人って。はい来る、あーあー怖い、あーみどりちゃんね怖い、あー待って怖いよ、来るよ、はい、誰かを救う曲は、ええこの間じゃん、こえ惜しかった惜しかった、めっちゃ惜しかった、待ってこの間じゃん、俺ね、俺あれなの、2番目に好きなキャラクター、プロセカで2番目に好きなキャラクターがかなでちゃんなの。しかもこの衣装めちゃめちゃ可愛いなと思って、へけがや光るエルピスカルピスウォーター販売中、え待ってちょっと待ってえ想定外すぎるんだけどねえ俺爆死で終わると思ってさ、ちょっとどういうオチにしようか考えてたんだけどねえ、え、まさか来た、ちょっと、ちょっと待って、待って、強化していい？声取りはこれで大丈夫。声取りで大丈夫？本当に大丈夫それで。本当にそれで大丈夫と思ってる。自分の判断だけでしない方がいいよっていうなんかお説教する昨夜でした。え、待って、この、待って、この、こっ、こっ、いや、このかなでちゃんめっちゃ欲しかったの。え、これ限定のかなでちゃんだよ、確か。そこまで詳しく覚えてないけど、確かね、限定だったと思うんで、いくよ。いや、このかなでちゃん欲しいと思ってたのよ。でも、エナなんだからさ、採用しが。なかなかゲット、ガチャ引く機会なくてさ、マジでやばい。ねちょっと待って。マジでやばい。ねマジでやばい。これちょっと待って、マジでやばいんだけど。え、待って、かなでちゃんマジでやばいんだけど。かなでちゃんのボイス聞けなかったんだけど。俺のせい？うん、俺のせいだと思う、それは。